Join me, 48 hours correspondent Aaron Moriarty, on my podcast, My Life of Crime, as I take on true crime investigations like no other. This season, I'm looking into the labyrinth of crime and secrets within families. I'm cutting straight to the evidence and talking to the people directly involved, including investigators and the families of victims. Listen to My Life of Crime with Aaron Moriarty wherever you get your podcasts. 日々お伝えしているニュースや話題の中から一つのテーマに絞って専門家や当事者に話を聞く週替わりの特集コーナー、ウィークリークローズアップ。今週はリスキリングについて取り上げております。その第一人者にお話を伺います。自分のスキルをアップデートし続けるリスキリングの著者、後藤宗明さんです。今までのリスキリングをする前の時の このグーグルのニュースに表示されているものが何かということなんですけど、ええ、僕なんかは、ですね今はものすごくこのデジタルの分野とか、ええ、リスキリングのニュースが出てくるんですけれども、はい、僕は格闘技が大好きで、格闘技のニュースが出ると必ず見てるので、はい、僕のグーグルのニュースは格闘技のニュースがいっぱい出てくるんですよ。<laughs> でただ、それと一緒にリスキリングをこう始めてから、ですね、ええ、アメリカの最新のデジタルの情報とか、こういうののニュースも今はちゃんと出るようになってきているので。うん こうどん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 新しい技術が生まれたり新しいサービスが生まれている時に自分でそのもちろん調べに行くことも大事なんですけど、ええ、自然に表示されるニュースとかを変えていくっていうのも一つつここのの情報収集の仕組みを変ええてていいくことなんですすよも伝しまただそういう自分の好むニュースに囲まれるといわゆるこうフィルターバブルのような状況になるわけですけど、はい、そこでちゃんと客観的に自分を見る目も持っておかないといけないですよね。 はいなのでもちろん自分があの興味関心のないニュースを見るために違うニュースを見るということももちろん重要ですし、うん、ただその自然と目に触れる情報に対してそのデジタルの情報がこう増えてくるっていうのは、うん、リスケリングという目的ではとてもやりやすくなっていくかなっていうふうに思いますね知らず知らずのうちにまたその専門分野に明るくなっていくというか、はい、知識が増えていくことにつながっていくわけですねあでもすごくわかりやすいプロセスですねはい そもそも後藤さんはなぜリスキリングを始めようと思ったんですかそうですね。僕自身は40歳の時に残念ながら仕事をクビになりまして。はい。 でその時にこれからの人生どういうふうに歩んでいこうかなと思った時に40歳まで全くデジタルとかテクノロジーの分野のことをやったことがなかったんですね。ええ、ですごくその自分が興味関心を持っていた分野が社会問題をあのビジネスで解決する社会起業家っていう分野に僕はすごく興味を持ってまして、はい、でアメリカなんかではこの社会起業家という分野もあのデジタルとかを使ってサービスを展開したり。 ええ、そうすると大きくするなんていうことがちょうど始まっていたので、自分もそういった分野で仕事をしたいっていうふうに思っていたので、はい、これからやっぱりデジタルとかテクノロジーを分からなければいけないなと思って、40歳から実はキャリアチェンジをしようと思って頑張ってきた、これがリスキリングの一番最初のきっかけだったんじゃないかなっていうふうに思います、はあ、その全く手を出してこなかったそのデジタルの分野に取り組んでいくことで、一番こう大変だったところってどんなことですか全く会議に出て、会議の話してる内容が分かんなかったことですね。 はあ、外国語を聞いてるような感覚ですから、ね、もうまさにそうですね、なので、ノートの右側にちょっと枠を作って、分からない言葉があったときに、ずっと右側にたくさん書き出すんですよ。はあ。もちろん会議の議事録というか、ノートももちろん取るわけなんですけども、ええ、であの家に帰った後に、うん、その単語を自分で調べて、ええっていうので、どん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 復習をしていって、はい、でこれをずっととにかく毎日やっていったんですよ。ええ、でだん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 その3か月ぐらい経つとですね、 あのー、やっっっぱり分かてててくるようになき本当に調べても分かんないものに関してはその会議が終わった後にそに参加者の方に「すいませんちょっとこの言葉の意味が分からないんですけど」って言ってあの教えてもらったりとかっていうのもやりましたし、はあ、でだん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 そういった形でベースとなるその知識みたいなものが分かってくるようになると、ええ、今度は少し会議とかでも発言とかがこうできるようになって、はあ、それがやっぱ一番最初の僕の経験なんですよね。それが今のように リスキリングについて明るくなったっていうのはどのくらい時間かかかったんですか実は僕自身はいろいろ一生懸命その仕事をやっていたんですけれども、ええ、アメリカの結構会社とかで働いていたので業績、ええ、が悪くなるとそのレイオフっていってツイ<ー>整理になっちゃったりとか。はい その自分が続けたくても仕事がなかなか続けられなかった時とかもあって、えー、そういうのの中であの自分がやりたいなと思ったところが続けられなくて仕事が変わっていっちゃったっていうのが実は40代にありまして、えー、なのでどれぐらいの期間かっていうと、実はあの今もリスキリング中なんですね。今も僕実はあの AI の仕事もやってるんですけれども、えー、今も実は AI 分野の新しいことをですね、ひたすら自分で仕事も通じてちゃんとリスキリングをしてるわけなんですけども、はあ なのでまあ、40歳から振り返ってみると実はもう今、今年で11年目になるんですね、50歳なので。ええ、なので、11年かかってますっていう言い方もありますしただ、はああの、テクノロジーの分野に入ってからテクノロジーの分野で転職ができるようになったっていう意味では、ええ、あの3年ぐらいでテクノロジーの分野の仕事のチャンスがもらえるようになりましたよっていうのもあるかもしれませんし、ええ、ただ、じゃあ僕がその今、テクノロジーの分野で。 一流かっていうと全くそんなことはなくて、<う>未だにやはりですね、知らないことがたくさんあってあの、まだまだ自分はアマチュアだなって思うんですけども、そういう気持ちのままずっと今まで頑張ってきたので、いろんな、例えばこうブロックチェーンとか、フィンテックとか、えー、メタバースとか、いろんな分野の仕事をさせていただいたんですけども、はい、それぞれに、あのー、一生懸命飛び込んで、まあ、学んできたので、何一つとってもあの僕は多分一流のレベルではないんですけども、 ただ今デジタルの分野で使われている新しいその技術とかサービスみたいなものは、はい、あの本当に多くの範囲をカバーすることができたなと思ってまして、うん、これがあの一つ今の自分の,あの逆に強みにもなっているかなといいう,うに思いますそして自分のスキルをアップデートしていくということに終わりはないんですねいつまでやればいいんですかって聞かれるんですけどもも終わりりはありままて <laughs> いつも答えてますねなぜなら外部環境が変化するからなんですよね。 そ,っかそれに対応していくにはまた新たなリリスキリングが必要になっていく今回のチャット GPT によってまたさらにリスキリングをする方向性というのがまた大きくすごく変わったんじゃないかなっていうふうに思いますねもうどんどんデジタルのツールって進化していって AI も進化していき、はい、今、話題となっているチャット GPT の、ねはい、登場などもあってまたそれに対応していかなければいけないとなると。 常にやっぱりアップデートしていかないといけない、ね、つまりは終わりがないということになるんですけどもね、うん、はい、はいえー、今日はですねリスキリングの第一人者後藤宗明さんに話を伺いましたプロデューサーはコーブ三郎ディレクターはボン AD はマイレスわんこ好きのわんこ好きによるわんこ好きのためのスタッフもわんこだらけのとがった番組です 行くだけでワンコとの生活がもっと楽しくなるそんなワンダフルな毎日を過ごしませんか山口玲香のドッグモーニングぜひ聞いてくださいね